空と庭原宿神宮マイスタジオ複合施設、ザシェア空庭とは、ノスプロダクターの家を飛び出して、街を、そして人生をもっと楽しもうというコンセプトの下、インターネットを介して、人、物、ことをリアルにつなぎ合わせ、そこで生まれる価値が向上することを体現するプロジェクトである。ノスプロダクターは、晴れの日ブランドの飲食店などを手掛ける企業である。 東京都渋谷区の原宿警察署の向かいに複合商業施設を空には原宿として開業した。ラジオブース、セレクトショップ、イベントスペースと3つに区分される。開業時にはミニ FM が中心となると注目されたが、ユーストリームでの配信、公式アプリによりスマートフォンで聴取可能であること、アプリのダウンロード時に 会員登録を促し会員向けサービスをすることなど、実態はインターネットラジオが主であり、後にはウェブラジオ局として紹介された。さらに、大阪市の阪急梅田本店に、空とには梅田、東京都中央区の銀座松屋、屋上庭園に、空とには銀座とミニ FM の併設はない、インターネットラジオを展開したが、初版の事情により全て閉局した。 いずれもオープンスタジオを構えて、再放送を除き原則生放送を。スタジオ外でも聴取できた。2012年、2016年、2018年、2020年、ソラトニワ原宿前、ベンチ中と終了のものを含む。NOS プリダクター株式会社ソラトニワとは引く、米バックマシンハット AB 原宿に、ミニ FM 局を備えた、コミュニティスペース、ソラニワから、 セレクトショップもウェイバックマシン受信機不要。雑音もゼロ、AM、FM ラジオ PC& スマホで寄うウェイバックマシン。SDN48 セリナ。バレンタインは好きな人にあげたいウェイバックマシン。松屋屋上にウェブラジオ局。空戸には開局地域情報発信へ引く。ウェイバックマシン阪急梅田本店。キム棟の一部を公開祝祭広場や雑貨フロアなどウェイバックマシン。 空と庭原塾からのお知らせ、ウェイバックマシン。全番組休止のお知らせ、ウェイバックマシンソークスニーは閉局のお知らせ、ウェイバックマシン、番組情報を埋めだ。山口薫が、紅白出るまで応援してね。俺、石川敏夫が、応援団長だけどね。ウェイバックマシン、番組情報を埋めだ。元宝塚男役現役アイドル、いろはまやの初冠。番組、いろはまやのサブカルってる。 ウェイバックマシン渡辺エンタ芸人が週替わりで登場するナベラジ指導ウェイバックマシン村上隆氏のうまい話に戸崎慶太騎手が出演。レポートウェイバックマシンありがとうございます。